資料も用意しなくて、企画もなんかなくて、いけそうな気しました。いや、まあいけるかどうかっていうのは正直、まあなるようにしかならないと思ってんで分かんなかったですけど。なんか令和の虎いっぱい見てきました。はそうですね、勉強はてな、そんな見てないでしょ。いや、まあ結構というか10本ぐらいですか、ね、あ、10本ぐらい。おお、もうちょっと少ないかもね。なんか印象に残ってる回はありますか？あのピョン吉さんっていうのが、それが一番最初に見た動画なんですけど、ね、じゃあピョン吉さんをモデルにしてきたのかな。うわ、ピョン吉パターン狙いに来た。いや違いますね。本当、はい、やっぱピョン吉さんが印象に残ってるっていうとピョン吉パターンかなと思って、また YouTube でなんか俺たちの悪口言われるパターンかなみたいなね。いいんじゃないの。あ、それが一番最初に見た動画だったので。そうなんだ。はい、すごいそれが印象的でしたね。この人のパターンみたいで行こうみたいなのはあった？いや、もう自分で行こうと思ってました。あ、本当？はい、自分で。はい、なんかまだキャラ出てないよ。なんかちょっとどうした、なんか今までやったなんか面白い企画でも やる、なんかメントスコーラとか持ってくればいいの？いや、メントスコーラですか。メントスコーラはまあなんかいろいろやってきたんでしょ、なんか YouTuber っぽい企画を。そうですね。じゃあさ、1分間時間あげるからさ、そこ立ってさ、はい、あの YouTuber っぽくさ、なんかこう話してみたりとかさ、自己 PR っていうのをそこでやってみてよ。自己 PR、 それが面白かったら多分バズると思うよ。自己 PR、うん、だって YouTube で自分をこうアピールしたいとか、こう魅力をこう見せたいんでしょ、はい、うん、だったら1分間の時間あげるから、うん、1分間の時間あげるからそこ立って、まあ座ってでもいいわ、あのなんかこう YouTuber っぽい即興でもいいから、なんか面白いことやってみてよ。笑かして、まあ、そのお金払って宣伝するほど価値があるあるかどうかっていうのも、まあ、それを見極めたいから、うん、まあ、そこの演者である高杉さんも、うん、まあ、その魅力を持ってるであろうわけで、それを見たいですね、確かにね、うん、動画ランダムに1個見るよりは、なんか得意なこと、生でちょっと見てみたいとか、 YouTube でこういう感じのキャラでやっていくのがこう想定なんですみたいなものを見せてもらえたらちょっと変わるかもしれないですね、もしかしたら、うん、普段カメラがこう前にある手でさ、うん、1分間ぐらいでちょっとやってみてくださいよ。いくよ。いい？なんかこうパッ、これも多分こう、自分がこう魅力ある人のセンスだと思うよ。いきなり振られていきなりやるっていうね、うん、なんかこう、なんか今こう出てきたこの瞬間の今その感想みたいな面白おかしくこう話してみてもいいですよ。じゃあ今日ちょっと撮影しようって、今撮影しようって思って、自分でこういつも一人でこう撮影してるんでしょ、はい、こんなこう やりながらやってるでしょ。だそういうふうなイメージで1分間でちょっとやってみてください。うーん、本当に魅力があるかどうかをちょっと見てみたいから。そこで考えちゃったらダメだと思うよ。YouTuber なんでしょ。あ、YouTuber じゃないのか、まだ。あ、一応 YouTuber か。うん、まあ、そうですね、一応。いや、まあ僕は、うん、あの、あ、それ始まってる？あ、ちょっと今から始めようと思います。はいはい、まあコンサルとかもやるんですけども、その経営のコンサルをやる前に、やるときにこうやっぱ今の若い子たちってすごい自信がない子が多いんですね。うん、なんで今の若い子それで自信なくて夢とかも全然持てないので、僕はそういう子たちに向けてこう夢は絶対叶うっていうのを発信していきたいんですよ、はい、自分の人生を使って、うん、なんで今理想の自分とはかけ離れていても、やっぱずっと続けていくことで絶対に叶うっていうのを YouTube で出して証明したいんですよね、うん、はい、うん、で？で、それで、うん、まあ前澤さんみたいに影響力を持ちたいって言ってるんですよ、はい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 、夢は叶うんだよっていうふうなのも YouTube を通して言うのももちろんそうなんだけど、でもそれに対してさ、実績が伴ってなくちゃだって何の根拠もなくなっちゃうじゃん。 あ、はい、あなたという人間に対して実績が伴ってなければ、いくら YouTube 上で夢を語ってさ、うん、僕はこうなったんですっていうふうに言ったって、実績伴ってないあなたに言われたって何の説得力もないでしょよ、うん、そうですね、うん、そうでしょ、うん、500万円出ると思ってというか、まあ100%の自信はないけども500万円こう獲得
できるだろうっていう思いも持っていらっしゃったっていうことなんですけど、はい、どうして500万円出ると思ったんですか。どうして僕らがお金を出すと思いました。まあ、正直実績とかは何もないので本当にもう根拠がなく自信、根拠がない自信で今までずっとやってきて、なんでもう本当自分を売り込みたいっていう気持ちで来たんですけど、はい、まあ、それがあんまり売り込めてないって感じですね今。正直なところ、これは切れそうって思って話聞いてました。こんなのお金出るわけないじゃんっていう理由があるんですけど言ってもいいですか。はい。 YouTube で影響力を持ってね、有名になってお金配るほどね、人様にお金をこうばらまくほど余るほどお金も稼ぎたいみたいな、これって僕だってそうしたいですよ。 YouTube で、 YouTube 今頑張ってるんですけど、はい、YouTube 頑張って、まあ、カードゲームの授業やってるし、好きなんで盛り上げながら影響力もめちゃくちゃ持って腐るほどお金稼いで、それでさらにみんなをハッピーにしたいとか世の中良くしたいって思うけど、全然まだ道半ばなんですよ。そんなんで言ったら僕たちも、あなたに500万円出すんだったら自分に500万円さらにブーストしますよね。魅力的なその事業を通じて世の中ハッピーにして、まあ、自分も稼ぎたいし僕らにも稼がせたいっていう方にお金出しますよね当然。はい、どうですかそのあたりは。まあ、そうですね、こうお互いがウィンウィンになる状況を考えたかっていうと、はい、まあ、確かにすぐに出てこなかったので。何でもかんでもウィンウィン考えないと成功しないですよ。夢もつかめないですよ。うん、YouTube だって見て喜んでくれる視聴者の方がいるから、まあ、間接的に Google さんから広告収益入ったりとか、まあ、案件とかもらえたりってなっていくわけで、はい、これだったら自分が喜んでもらえるっていうものを探してある程度絞ってやんないと、なんか何者にもならないと思いますよ。チャンネル登録増えても内容なかったら別に一回気まぐれで登録しても見てくれなくなりますよ。確かに落ち着きっぷりで言うとあのランキング高いかもしれないですね。日本国民の上位 3% とかに入る落ち着きを持ってるかもしれないですね。何があっても落ち着いてる青年みたいなチャンネルで、なんかいろんなこうなんか試練が来るんだけど常に落ち着いてるみたいので、怒られてもいけないですかね、川さん。あんま怒られてもこう響かない感じ。いや響かないというよりかは、うん、まあ、勉強、何でも吸収して勉強しようと思うので、うん、なんか全然あのなんですか、怒られて何もいやどうでもいいやっていうよりかは、うん、やっぱ何事も拾うっていうスタンスなんで、うん、感じなくはないです。なるほどね。はい、まあでもあれかな、どうなんだろう、そのじゃあ500万円の使い道っていうのは全部広告にぶっ込んじゃうわけね。はい、あ、全部ぶっ込む、一気にぶっ込む。はい、ぶっ込みます。でぶっ込んでどのくらい増えると思ってるの、ぶっ込んで目論見があるの。まあそれで3000人まずい。まあそっか、はい、3000人ね。なるほど。いや今の状態でぶっ込むのはマジで愚策だと思いますよ。だっていいものがそこにないのにぶっ込んで人集めてもしょうがなくないですか。うーん、今だって広告以外で25人しか増えてないですよね。27人でしたっけ。そうですね。で平均視聴どれくらいですか。平均視聴は500くらいですかね。ちょ、500、1本の動画の月500回。あ、1本だと100ぐらいです。そうですよね、すで、はい、にチャンネル登録者の3分の1しかないんですよね、小規模なのに、はい、小規模の時って周りのかなり好意的な人たちばっかりだったりするんで、はい、その外の人が見に来てないん で、うん、で結構チャンネル登録者数よりも1本あたりの再生数って超えやすいんですよね。例えばチャンネル登録500だったら1本あたり1000再生とかそういうスコアになりやすいんですよ、序盤は、うん、それがもう3分の1しかいないって、集めても見られてないからしょうがない状態なんですよね、うん、だから今後集めても同じようにあんまりそのあんまり集まんないし、チャンネル登録も、はい、集まっても見られなくて好循環が生まれない状態にあるっていう状態なんですよ、はい、まあ、これをなんか僕もなんで今これ俺そんな何の得もないアドバイスしてんだろうみたいな、まあ、せっかく時間過ごしてるからみたいな感じでおせっかいかもしれないけど、うん、なんかダメ、絶対今500万広告使わない方がいい、うん、やめてください。
あのなんか僕らからお金出なくてもやりますとかも絶対やめてほしいなと感じます。それはもっとそのそれだったらコンテンツをいいものを作るためとか自分が得意なこと喜ばれることを探すために500万使ってください。ないなんか形ないものというか魅力ないものを宣伝してもしょうがないんで、はい、魅力あるものを宣伝するから効果が出るんでやめた方がいいですね本当に。はい、やめます。まあ、500万はさすがにないのであれですけど、はい、うん、じゃあ500万いらなくなっちゃいましたね。終わりにします。いやじゃあでもこれ以上多分やってもお金動かないと思うよ。なるほど。あの僕の立場でちょっとよく分かんないんですけど、深田さん、林さん、どうするべきでしょう、これは。あ、もう僕はナッシングで。あ、っていうかその配信するかどうかっていう。あ、いや、いいんじゃないですか、全然。僕も配信していいと思うんですけどね、やっぱこう、うん、もう、まあ、確かにね、あの志願者さんがなかなか引き出しがなくて、あの皆さんお怒りになってましたけど、怒れば怒るほど萎縮してね、虎が話してもねっていう、その魅力を引き出すためにもっと質問してあげたり引き出したりしてあげないと結局番組にならないんじゃないかと思って、僕はできるだけ質問をしたかったんですけど、お二人ともやっぱ熱くなっちゃって、でも逆にそっちの方がね、取れ高はいいのかなとか思ったりとか。でもね、そうしたらどんどん萎縮しちゃいますよね。で、まあ、そこが難しいですよね。だからまあかといってね、この番組に出てわざわざそんなイケてない志願者にこう僕たちが歩み寄ってヒアリングするっていうのもどうなのっていう考え方も分かりますし、僕はけどもうここまで来たらいろいろ聞くしかないんじゃないかなって思ってますけど、もうちょっとだけ聞いてみて。あの、うん、開始正直5分10分で、うん、もうナッシングは硬いなと、うん、自分の中である程度決まってしまって 99% ナッシングだっていう状態で、まあそうだったらお金は出せないから何か持ち帰ってもらいたいなと思って話してます、うん、なるほど。けどそうだとしてもまた5分10分でこの志願者ダメだなって思って、こうやっぱある程度ね声を荒げていってしまうと、より萎縮してもっと出てこなくなっちゃうと思うんですよね。だから僕はそれが心配でしたね。うん、すごいね、これで YouTube1 年間やってるんだもんね、こんな感じで。あんまね、再生回数も上がらないし、はい、なかなか方向性見えない中で1年間やってんだもんね。そうですね、すごいよね、はい、そのメンタルはね。いや、で、まだやろうと思ってるでしょ。そうですね。自分 YouTuber 向いてると思う？いや、向いてるか向いてないかって言ったら、まあ、向いてはないと思うでしょ。うん、思うでしょ、はい、でもまだやってこの番組出ようとするでしょ、はい、すごいよね。でも向いてるんじゃないですか。けどさっきのあの、何でも動じないチャンネルはワンチャンありかもしれないですよね。とかね、やり続けてたら見えてくるものがあるんですよね、うん、だからどんどん変えていけばいいし、向いてると思う、その根性っていうかね、あの、なるほど、動じないとか、いや、ま、いくら言われても、ね、ひょうひょうとしてるしね。だ、一般的な YouTuber とは違う戦略かもしれないね。トークが切れるとかそうじゃないもんね、うん、最終決断に入っていきたいと思いますが、せっかくここに座っていただいたわけですから、はい、あの思いの丈をちょっと伝えてもらっていいですか。はい、はい、どうぞ。はい、やっぱこう今コロナ状況でもありますし、こう夢が見れない子がすごい多いので、僕はその人たちに向けてやっぱこうなんと鏡というか、絶対に夢は叶うっていうのを、諦めなければ絶対叶うっていうのを見せて生きていきたいんで、絶対に諦めないんでお願いします。わかりました。では福田社長からお願いします。はい、ごめんなさい、ナッシングですね。まあなかなかそのコミュニケーションが取れないっていうのも、まあ、あなたの個性でもあると思うし、なかなかそのこの時間の中でうまく投資のビジョンだったり、その先に見えることっていうのがどうしても決断はできなかったんで、まあ自分もうまく伝えられてないけど、とにかくごめんなさい、今回はナッシングです、すいませんでした。はい、トムハッピー。はい、ナッシングです。もっと夢を叶える姿を見させてくれやすそうな方に出したいです、うん、以上です。はい、桑田社長。はい、ナッシングです。 YouTube 伸びるといいですね、頑張ってください。はい、山田社長、現在100万円積んでいただいています。
最終計算は、100万円です。はい。で、YouTube もそのことに特化したらいいんじゃないですか。夢を諦めないとかに、はい、いろんなラーメン食べたり、いろいろ牛丼食べたり、よくわからないけどしてると思うんですけど、夢を諦めないっていうチャンネルで、あの一つのことに向かって挑戦していくような、それを配信して生き続けたらいいんじゃないかななんて偉そうにね、思います。ありがとうございます。はい、では林社長、一般的には YouTuber に向いてないんじゃないかなって思うのに、1年間こうやり続けてさらにこの番組に出たっていう、その勇気はすごいと思うんで、僕たちはこの時間ではあの良さを感じれなかったので、あの時出しておけばよかったなって後悔させるぐらいの人気 YouTuber になってください。はい、ありがとうございます。はい、ではこの段階であなたの希望する金額に達しませんでしたので、残念ながら今回はなしです。お疲れ様でした。